今日のゲームはエスタディオ・ジョゼ・アルバラーデで行われます。2003年に設立されたこのスタジアムはポルトガル文化を代表するアズレージョというタイルで覆われ、非常に美しいデザイン性を持ったスタジアムとしても知られています。この時間はポルトガル対スロベニア、こちらの一戦をお楽しみいただきます。ポルトガル国歌お聴きいただきます。ポルトガルがこの試合は 4-5-1 のシステムです。そうですね、中盤サイドトップそれぞれと役割がはっきりしてますよね。中盤はビルドアップの要、守備では相手の中盤を潰す役割になりますよね、うん、次にサイドなんですけども、ウィング的な役割、サイドアタックに徹した攻撃が守備ですよね、はい、そして特徴でもあるトップがポイントになってくるんですよね。今ファーストハーフが始まりました。ポルトガル対スロベニア、エキシビションマッチです。さて北澤さん、本日の試合どの選手が一番気になりますか？オブラクですね。ポジショニングがうまいので派手なセービングをしなくてもシュートストップできますよね。ハイボールの処理も安定してますし、彼の持っている落ち着きや安定感というのはチームに安心感を与えますよね。なるほど、そういった部分も今日の見どころですね。長いボールを送ります。ザイッツ、さあ一気にカウンター。レアオ、ルーベン・ディアス、ここまでのところどちらもまだシュート見られませんからね。両チームとも落ち着いた試合の入り方をしてきたなという印象ですよね。ブチキッチ、大きく縦へ。スロベニアは先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね、うん、ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね、うん、まあ攻守の切り替え、シュート、いやー、先制、スロベニア、ポルトガル相手に先制点をもぎ取ります。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいでしょうね。スロベニア先制1対0です。まあこのまま波に乗るのか、ね、逆に返されるのか、うん、リスタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね、はい、また中央へ、ロナウド、柔らかいボール、これはどうだ、シュート、いやー早かったですね北澤さん。これはいや、なかなか動きますよね。やられたらやり返すんですよね。クリスティアーノ・ロナウド、見事なワンツーでしたね。そうですね、どうやって崩すかという状況でワンツーという選択肢、この2人の関係でね、見事な突破見せてくれましたよね。
ポルトガル同点に持ち込みました。得点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、そこをついてよく決めましたね、はい、裏へのスルーパス、ここで丁寧にボールを扱う、スローインをカット、これは読んでいました。ベルナルド・シウバ、長いパスがつながります。周りを見る、ボールの奪い合い激しいものがあります。ここでファウルがありました。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。ポルトガルとしては0点に追いついて折り返せたわけですけども、失点した後もちゃんと全体が見えてましたし、プレーに迷いがありませんでしたね。やはり取り返す自信があったということでしょうね。ポルトガル対スロベニア、前半戦って1対1、同点で折り返しています。さあキックオフ、ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。さあロナウド、スペースを狙った、もういい形じゃないですか。クリアです。さあここでカウンター、縦へのボール、このパスを防ぎます。ベルナルド・シウバ、ルーベン・ディアス、先ほどから北澤さん、しっかりチェックされていますね。そうですね、相手はチーム全体でブロックを組んだマークの仕方をしてますよね。選手間のマークの受け渡しは味方同士の意思疎通で成り立っているので、愛者としては頻繁に受け渡しをさせるように動き回るのが効果的ですよね。ポルトガル、ゲームをひっくり返します。クリスティアーノ・ロナウド、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはクリスティアーノ・ロナウド、今日2点目のゴールです。さあポルトガル、勝利に向けて一本抜け出しました。長いボール縦へ、ザイツ、プレッシャー、スペースを狙う、ここは通しません。長いボールを送ります。ペペ、大きく縦へ、クリスティアーノ・ロナウド、パスをつなげます。さあ左へ預けて、さあ上げる、中央へ、ヘディング、ここ拾って次につなげたいスロベニア。両チームともメンバー交代があるようです。
には至りません。ポルトガル、これを決めたのは大きいですよね。残り時間を考えると決められていたら厳しい状況でしたからね。クリスティアーノ・ロナウド、ミドルシュートを打っていきました。どうする、ミドル、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。ジョアン・カンセロ、縦へのボール、さあ縦にしか、ここで笛です。2対1、ポルトガル逆転の試合に決着をつけました。勝利です。北澤さん、結局逆転という形で試合が決まりました。どちらにこう勝利の女神が行くのかっていうの分からないような展開でしたからね。なるほど。ポルトガルとしては自分たちのサッカーがやっぱりしっかりとできたってことですよね。そうですね。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ポルトガルが見事逆転勝利を収めています。